一番最初は僕はパンクロックとかハードコアパンクが好きだったんで、パンクのバンドの絵を描いたり、ライブの絵描いたり、フライヤー作ったり、友達のバンドの絵描いたりしてて、そこから同時になんかバンドのカルチャーも好きだったと同時にアパレルも好きで、古原宿のカルチャーとかにすごい憧れてたんで T シャツ作り始めました。ブラックフラッグ、あとギャンググリーン、最近のバンドだったらトラッシュトークが好きです。なんか僕は自分のグラフィックをなんか日々思うこととか感情をグラフィックにするのすることが自分のスタイルだと思ってて、普段一番いる自分の奥さんに送ったメッセージがいつも笑顔でいてほしいってことで泣かないでって意味で、笑顔でいてほしいって意味で泣かないでっていうメッセージの T シャツを送ったのが一番最初です。まずガールズオンとクライがポップアップしたりコラボしたりするのは自分の奥さんが好きなもの、欲しいものだったり好きなお店っていうものがコラボレーションする条件みたいに思ってて、逆にウエステッドユースは自分がこう影響を受けてきたカルチャーパンクとか、まあ、その他も全然スポーツだったり自分がこう過ごしてきた時間の中でこうハマるものがあったらコラボレーションするようにしてて、コラボレーションの求めることはやっぱ自分一人じゃこう届かないところとか自分じゃいけないことできないこととか、そういうことをやれるからコラボレーションするようにしてます。